はい、皆さんこんにちは、西小一です。今回はですね、前回に引き続き、僕の昔のコーチの山中コーチに来ていただいてます。お願いいたします。山中夏夫です。よろしくお願いします。引き続きお願いします。まだ前回の動画もあるので、まだ前の動画見てない方は、ちょっとそちらも見てから、こっちの動画を見てもらえると面白いかなと思うので、ぜひそちらからお願いします。ということで、ちょっと今回いろいろ聞きたいことがあるので、ちょっと引き続き聞いていきたいんですけども、15から僕が18まで、IMG に行った中で、当時どういうふうに思われたのかわかんないですけど、仮に、こいついけるだろうと思っていてくれたのであれば、どういうところを見て、僕が、その20代なり、50位を超えていけると思ったのかっていう、この部分をちょっと聞いてみたいなと思ってて、やっぱいろんなところで聞くと、あんまり僕はそんなに海外で評価がされなかったっていうのをいろんなところで聞いたことがあったので、逆にその評価をしてもらった部分は何だったのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、ヨッシーは正直、はい、分かんなかったよね。分かんない。そうだったんですね。分かんない。だけどやっぱ苦労して入ってきたって、これは結構大事。苦労して入ってきてるっていう、すごく一番大事。で、2番目はテニスでしこいね。でね、しこいっていうのは別に返すだけだったら誰でもいい。あ、はい、そのしこさがちゃんと狙いがあって、はい、その狙いに対して次自分がどうしようとかどこに立とうとかっていうのを考えすぎてはないけども、はい、自然にパッパッとやってるわけ。それはそのしこい種類が違う。なるほど。でもそれは今ツアー見ててもそうだよ。そうですね、そこも正直あると思います。はい、だからちゃんと攻めてる、はい、僕の中では攻めてる、はい、っていうのがあるね。で、3つ目はこれか、編集してください、ね、じゃ忘れたから。はい、あれ何落としたんやったかな。あ、思い出した。はい。リターンミスが少なかった。あー、僕それ言われた記憶あります。本当にそれは今でも俺ね、確かね、1、2年前に言ったと、はい、それはね、日本での全勝とかの試合を見て言ってるんじゃなくて、はい、エディハー来たりとか、はい、バンドのテストに来たらさ、はい、こんなでかいやつでやらされたわけじゃん、ね、はい、マックとかさ、はい、それに対してリターンミスしないんですよ、彼は。これってね、ちょっと異常ですよ、はいはいはい、ね、1年、2年、3年いて慣れて返せるようになりましたっていうのはある、はい、それがないのにもう返せるっていうのはもうヨッシーのもう本能だよ。多分感じちゃうんだろうね、どっち打つ、どんなボール、はい、ミスったとしても、あ、次はこうだろうなっていうのを多分パパパパッとこう感じてたんだと。確かに。あ、なるほど。リターンが上手くなった理由は僕全然わかんないんですけど、なんか昔言われた記憶あります。一回それこそエディハーで僕がなんかワイルドカードか誰か負けた時に、うんうん、いや本来やったらお前は大事なとこでリターンミスらないのに、何故か知らんけど今日お前はミスってたみたいなことをなんか言われた記憶はあったんで、だからなんかそのミスらない日はマジでお前は強いみたいなことを言われた記憶は当時覚えているんで、今だに、確かにそれはなんか言われた記憶はありますね、正直。でも確かにその僕も今、いろんな選手後輩ができてきたんで、もう年齢も僕28になったんで、やっぱいろんな話は聞くじゃないですか、昔の話だったりとか、調べたりとかも出てくるんで、いろんなところから聞いたりもするんですけど、全く僕も一緒の意見が一個あって、なぜ、自分で言うのはあれですけど、なぜ僕が今ここまでは来れたのかっていうところは、間違いなくその全てに恵まれなかった、なんか恵まれてる部分はめっちゃありました、正直。そのやっぱ父親がテニスクラブ持ってたとかそういうのはあるんですけど、その他の要因で全てに恵まれすぎなかったっていうのは僕の中でやっぱ大きなとこやったなって正直思いますね。だからこそ、森田ファンダに3回や2回落ちたっていうのももちろんそうですけど、そういうのがあったからこそ多分僕は人よりも自分なりに抜きながら、そして自分なりに頑張れたんやと思ってて、そこは多分僕全く同じ意見持ってますね、はい、本当にそれがどうだったのか分かんないですけど、逆に多分もしかしたらですけど、仮に僕があの時見てる人がもうちょっと違った人が僕のことを見てて、IMG 内でも「いやこいつええんちゃう?」みたいな、行くんちゃう?」みたいな感じで「いやもうよし人よし人」みたいな、もっとこうなんかいっぱいやられてたら、もしかしたら僕はいなかったかもしれないですね。いや、それはない。いや、わかんないですよ。やっぱ調子のつえかもしれないんで、もう勝たないといけないっていうメンタルを多分持たなかったかもしれないんで、もしかしたら。でも実際いっぱいいたじゃないですか、その
日本人ではなくて海外の選手でも正直そういう才能ある選手がそういう形で終わっていた人いっぱいいたじゃないですか、うん、多分コージョンがもっと見てますけど、だそれに値しなかったというのは正直僕は良かったなと思います、うん、正直言うと。なのでまあ楽もたくさんしてたと思いますけど、まあ、苦労もしたのは良かった点かなとは正直自分でも思いますね。まず、あ、せっかくね、今回ヨシズカップの出場者が、まあ、16歳以下ということもあるので、まあ、ちょっと今回僕だけの、ジュニアの時の話じゃなくて、まあ、いっぱい、まあ、森田ファンドの生徒をたくさん見てきたのも含めて、まあ、海外のジュニアたちもいっぱい見てきたと思うので、まあ、それこそジュニアのグランドスラムもたくさん行かれたと思いますし、まあ、今、分かる範囲で全然いいんですけど、うん、まず、ずっと ING、まあ、もしくは海外のコーチの人たちと、まあ、コミュニケーションとったり話したりとかして、日本のコーチングと、いわゆる海外の、まあ、いろんな国のコーチたちのコーチングのなんか違いとかってやっぱあるんですか、どういうところが弱点を伸ばすのか今のいいところを伸ばすのかのどっちを取る、日本はこっちを取ったりとか、まあこれは人によるかもしれないですけど傾向的にどっちが多いとか、僕はコーチじゃないんで全然わかんないんですけど、そういうところが、まあたくさん見てきた中でなんとなくこの辺は違うかなみたいなのがあれば教えてほしいんですけど、うん、まあ、日本のジュニアの子はまず上手だよね、はい、低年齢の時、はい、これはやっぱり日本の指導者の方はこれ僕はどこでも言ってるんだけど、はい、優秀なわけ、あ優秀、よく勉強もされるし、はい、選手とも時間を費やすし、はい、でこうやって YouTube とか、はい、こうやって一生懸命勉強して、はい、っていうやっぱこうたくさん見てると思います、そうですね、こうやって選手と一緒にこう選手をどうにかしてあげたいっていうのは、うん、かなりトップクラスだよね、それによってやっぱ選手たちもうまいのよ、はい、これはやっぱすごいなと思う、うんうん、まあ、正直、まあ、場所によっては国によっては適当だよねって言ってまあヨシも知ってる人まあまあまあそうですね、適当だよ、はい、良くも悪くもね、はい、だけどその反面選手もある瞬間に委ねすぎちゃうわけね、今度日本そういうことね、うん、でもそれ悪いことじゃないのよ、はい、悪いことじゃないんだけどやっぱり委ねすぎてしまう時もあったりとか、あとねこうメリハリだよ、時間のメリハリとか、はい、やるやらないのメリハリとか、はい、なんかそこら辺のやっぱコーチも選手と離れる、はいはいはい、とかっていうメリハリだよね、がちょっとこう難しかったりするで、こうやっとくと確かにこう必ずある程度ソリッドに物事は動く、はい、でもこっから行くっていうのはもう選手が指導者の想像を超えないといけないわけよ、うん、なるほど、うん、よしだったらこれまだ動くのとか、ここ狙うのとか、まだパス抜くのとか、はい、意外にフラット打つのとか、ね、そういう、こう、っていうのがあるわけじゃない、はい。これはやっぱね、もうね、ある瞬間離さないと起きないことだよね。なるほど。そして、でもさ、それってやったら失敗するかもしれない。はい。まあ、知らない、まあ、いわゆる自分の中で勝手にやってることですから。そうそうそう。教えられてるわけじゃないから。そう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 。でもそこによって、ヨッシーとのことはやっぱり自己責任が生まれているわけだよ、はい、ちゃんと。はい。もう自分で決めてやりました、はい、でそれをやっぱりこちらも受け入れるとかのが、まあ、海外って一緒くたにしたくはないけども、はい、傾向的にはその外の人たちの方が比較的あるかな、なるほど、うん、そうなんですね、僕も今、まあ、せっかくあれなんで、まあ、あれですけどヨシズカップのジュニアの子たちとかたまに見たりとかやっぱすると正直、まあ、スタッフ陣営全員、まあ、ジュニア見たことないんですよ、僕も含めそんなに見てないし、まあスタッフも含めてジュニアの大会は正直知らないんで、まあみんなプロの大会ばっか見るわけじゃないですか、まあ、比較的というかテレビで見れるのってプロしかいないので、うん、で現実日本のトップジュニアの子たち見るとまあやっぱうまいなってなるんですよ、みんな見てて、まあ、正直僕もう当時してなかったですけどそれこそまあ15歳とかでもうめちゃめちゃサーブ&ボレーしたりとか、うん、リターンダッシュしたりとか、まあ、ドロップショットいっぱい打ったりとか、なんかそういう技術めちゃめちゃあるやんと思ったんですよ、ハーフボレーうまとかめっちゃあったんですけど、確かにそれは僕らのヨシズカップの中でも結構話題に一個なってて、やっぱ強いよね、なんか強いっていうかうまいよねってなったんですよ、テニスすごい技術高いよね、うん、まあ、でも僕の一個思ってる点はそのヨシズカップにあれなんですけど出してるところで強さ足りんなってたまに思う時あるんですよ、強いかどうかって聞かれるとちょっとだけ疑問が残る瞬間がやっぱあるんですよね、見てて、まあ、全員じゃないですよもちろん、でもさっきおっしゃられたみたいな、まあ、いわゆる海外とかやとちょっとだけ言い方ちょっと簡単に言うと適当な部分があったりとか、でもだからこそ、まあ、独創性が生まれて、まあ、なんかいわゆる楽しみながらテニスをやったりとかっていう風にやってるので正直下手な子もいるじゃないですか、
なんでこの子がみたいな、バックハンドそれ大丈夫かみたいな、いるじゃないですか。でも試合やったらそっちが勝つとかがやっぱあるじゃないですか。もう旗から見たらうまさは断然違うのに。でこれは結構僕日本のジュニアの子たちの足りないって言ったらなんか上からで申し訳ないですけど、ちょっと足りてないところなんじゃないかなっていうのはたまに思う時があって、うん、その辺どう思います？こっち的にやっぱ最後の一歩入るのが、はい、こっちの世界だったりする。ああ、そうですよね。それまではもうミスばっかだよ。だから俺の印象はこっちの人たちは別にここに日本の人もいたりするけど、はい、最後に結構えぐいところに出る。はいはいはい、ね、はい、で国内だと最初は結構こうパーッと出ていくんだけど、後になればなるほど実はもう球が真ん中だったりとかするっていう印象はある、はいはい、なるほど。結構だから下手馬だよねこっち。そうですね。確かに確かに。でもそれでいいと思う。だってゲームだからさ。そうですよね。まず勝ったやつの方が偉いですからね、うん、最終は、うん、うまかったとしても負けたらやっぱり意味はないので、意味はなかないですけど、まあ、プロになったらねやっぱ勝つことも一つのやっぱ指標というか、それはやっぱ大事なことだと思うんで。でもねこの日本の子たちがやっぱそうやっていろんな方を身につけてて、はい、指導者の愛情も見てて、はい、この人たちがこう次の次のステップに向かう、はい、まあ、それがヨッシーズカップが一つだと思うんだけど、はいはい、そういう機会が増えれば、はい、ここで培ったものっていうのは大きな財産になる。あ、そうですよね。うまいんだ。技術がありますもんね。あ、だからここにやっぱどうたくましさとか、はいはいはい、うん、乗り越えるものとかっていうものをつけていけるかだよね、はいはい、なるほど、うん、あればチャンスはある。だからヨッシーズカップっていうのはやっぱ僕外から見て素晴らしいことやってる。いや、ありがとうございます。そうなんですね。やっぱなんか僕はやっぱ選手としての目線でしかやっぱ見れてないんで、やっぱなんか若干見えてない部分もやっぱあります。まあ僕は正直コーチングはしないんで、その子供たちに対しても別に来られてもアドバイスはしないよっていうことを言ってるし、大会上は、まあ、少なくとも聞くのは僕じゃないっていうふうに言ってるんで、全然ね僕が思ったことは何もやっぱ言わないですけど、今自分がこういうふうな立場になってね、まあすごい慎太郎とかがやっぱ上がってきたことで、やっぱすごい僕になって結構刺激あったんですよ、うん、木下オープン見てて、ああなんかこうやって僕も勝ってたなと思ったし、うん、こういう風にやってたなと思う。プレーは全然違いますけど、こういうなんかもうめちゃくちゃ負けそうな接戦の試合とかを耐え抜いて勝っとったなって思った時がやっぱあって、昔のことは結構思い出したかもして刺激になったんで、もちろんこれから多分慎太郎はそういうのを、まあ、もうちょっと何年かしたら多分必要な時期に多分来ると思いますし、下からのこういう追い上げっていうのが必要な時期が多分来ると思うし、まあこれは誰にとってもだと思うんですけど、だからなんか僕はジュニアもちょっとやっぱどん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 世界で活躍するのが生まれてきて、なお早くプロの世界に入るようなジュニアを出てきてくれたらやっぱ嬉しいなと思いますし、まあ、それこそやっぱ吉田カップ優勝者は内山カップの本戦とか、内山君のやってる大会のもらえたりしてるんで、まあ、すごいいい経験の一つになってると思うし、まあ、こういうのがどんどんできれば、まあ、せっかく日本国内で頑張ってる子でも、それこそ IMG に行けなかった子たち、もしくは別のヨーロッパとかに行けなかった子たちでも、そこからでも強くなれるとかっていうパターンの子たちが生まれてきたらおもろいなって個人的に思ってて、いや、めちゃくちゃ面白い話をいただきました。そうですね。いや、でも本当に今回もお願いした理由も本当に吉津カップがジュニアの子たちっていうので、僕が思う本当に今コーチングされてる中でも山中コーチは結構本当にいろんなことを知ってて、まあいろんなことをなんか分かんないですけど僕は結構考えているのかなって自分の中では結構思ってたんで、なんかすごい聞いてみたかったんで、いろんな話をちょっと聞けてめちゃくちゃ面白かったです。なんかコーチが今やられてることとかで話したいこととかあればぜひ言っていただいても。いや、僕がやってることは別にないけど、はい、やっぱこのヨッシーズカップとか、はい、あと内山カップとか、あ、はい、やっぱこう現役でやっぱツアーで戦ってる選手がこういうのをしてるっていうのは、はい、多分世界的に言っても何人かいるけど、はい、非常に少ない、はい、素晴らしいことをやっぱり自分たちがこうやってきてもらったことは、今のうちにこういうふうに次の次世代の人たちにしてるっていうのは、はい、素晴らしい。ありがとうございます、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。15歳から成長しました。たくさん、まあ、当時のいろんなこともあって、まあ、成長はしたと思うので、また引き続きちょっといろいろとまたタイミングがあれば聞かせてもらえればと思います、うん、
田コーチもいろんなジュニアの育成をお願いいたしますということで今回はですね本当に忙しい中山田コーチにいろんな話をたくさん聞かせていただきました。まあ、今回12月の9日と10日に吉津カップが開催されます。今年第3回目になるので今年はですね、まあ、優勝者に支援金が300万に上がったり今年からですね栄養士さんがついて、来年1年間個別で栄養士さんのサポートを受けれるようになったりと優勝者に対しての得点がかなり、増やしていっているのでまた今年もアップグレードしていっているのでぜひ皆さん、楽しみにしてみてください。時間のある方ぜひたくさん見てもらえればなと思います。お願いいたします。はい、そしてですね概要欄の方に吉津カップのホームページそして X の URL などを貼っておくのでぜひそちらも、フォローしていってもらえればなと思います。お願いいたします。ということで今回はですね、山中コーチに、お越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。吉津チャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そして、ズームを通じて試合後の、感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今、やっております。どん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 追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。